たちは呪春に治癒を示し、劉備と演術を和睦させた。戦果に満足する呂布だが、劉備たちは呂布への不満を募らせる。己の望むまま力を持って進む呂布、そのありようは天下を疲弊させる乱世そのものと言えた。劉備は揺れる。吉見を捨て義を忘れ、今一度呂布と戦うべきか。そこへ彼の心を後押しするよう曹操の使者が現れる。使者が携えていたのは、共に呂布を討つべしという誘いであった。だがこれは呂布陣営に漏れ伝わり、呂布を激高させる。己は非道を歩もう、他者の不義理は許し得ない。呂布は陳宮、呂礼儀らと共に劉備がいる勝敗へと向かう。鬼神の怒りは陣舎の軍勢を焼き尽くすことができるか。恐れて当然か。敵にはあの関羽殿もいるだろう。常以上の気迫で対さねば。敵には己劉備め、曹操と組んで俺を裏切る気だったとは。助けてやった恩も忘れたか。クズめ、俺が魂まで叩き潰してやる。曹操には一度苦杯を舐めさせられた。帝都の敗戦、ここで雪辱を果たす。劉備は父上に頼らずば戦を収められぬ弱敗。奴らが結んだとて我らの負ける道理はない。開門しろ。私が先陣を切る。皆遅れを取るな。開門します。ご武運を。に立てつくとは。全軍勝敗場へ進め。敵は多勢だが恐れることはない。我ら呂布軍の強さ思い知らせるのだ。やっほー。この手に。返してまいりましょう。
すぎるかよ。ヤフの娘だ。面白い。この俺様が軽くひねってやるぜ。やっ、随分と甘く見られたものだが、根性入れろ。その家臣、私が打ち砕いてやろう。出て、加工トン率いる曹操軍、南東より接近中。なるほどなるほど、表現人は考えました。私の全てをかける。お迎えしましょう。次は絶対負けねえからな。敵将、私が討ち取ったぞ。使うとしましょう。
通すわけにはいかん。弓兵部隊、呂布軍に矢の雨を降らせるのだ。たった一人で残る。我が自虐の餌食になりたいらしい。決める。どちらの投石機を使うか。歩兵部隊、三方から強襲、敵を迎え撃て。我们的自由で葬ってくれるわ。
で散れ。私が討ち取ったぞ。ここまでか。一度勝敗を捨て体勢を立て直さねば。貴様らが誰と組もうともう負けはせぬ。この助手の地は誰にも私はしない。